司法書士の重森です。天王寺上本町で司法書士をやっております。相続の、認め方っていうのが3つありまして、相続自体を全体を承認する、もう相続しますっていうのと、相続放棄します、全部をいらないっていう、両極端なものと、間に限定承認という方法があります。限定承認というのは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人、亡くなった方の債務とか遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をするという法律用語になっています。簡単に言うと、相続するプラスの財産と相続するマイナスの財産をプラスマイナスをして、プラスが発生するようであれば、相続しますよと。マイナスが多くなるというか、マイナスが多くなれば、分かりやすく言えば、放棄しますよというような流れになります。ですので、プラスマイナスがどうか分からないという場合に使う手法になります。このように、相続をする方法にも3つありますので、どうしたらいいかわからないという場合には当事務所にご相談ください。お電話番号、ホームページの検索方法はこちらになります。相談無料でお伺いしておりますので、よろしくお願いします。司法書士の重森でした。